とうございます。サウスポースタイルで戦われてたと思うんですけども、はい、あれは対策としてというような。いや、もう小学校のキック始めた時から僕はサウスポーもずっと練習してたんで、K1 時代とかでもサウスポーで試合したことあるんですけど、まあ、MMA に来てこう懐というか空間を作るっていうことに対して、その岩崎先生とやってて、やっぱ右手前のその構えというか、右利きのそのオーソの方が何ていうんですか、土壇場のこう喧嘩強さみたいなのはやっぱ出るんですけど、テクニックっていう部分ではやっぱサウスポーの方が自分はすごいテクニックが豊富にあるというか、懐をこうコントロールしてコントロールしてっていうのが今回作戦だったんで、今回はサウスポーでMMA でニュースタイルというか、これが平本でこういうのこんなんもできるんだよっていうのをちょっとお披露目したかったというか、それがまあ結果としていい形になってよかったかなとは思いますね。そのサウスポーでやったことで、まあ、冷静にできたっていうのもある。そうですね、コナー・マクレーガーが憑依しました、あとまあ蹴りがほとんどなかったのかなと思うんですけど、それはもう怪我の影響がやっぱり。そうですね、蹴ってまたなんか痛くなるのも嫌だったんで、もう今回も自分のボクシング、やってきたボクシングと空手を信じて、もうとにかくもうやってきたことを信じました、だからまあ前回の試合で出し切れてなかったその空手の部分というか、自分の新しいスタイルは今回よりちょっとこう完成に近づけたというか、試合前からその岩崎先生には距離感さえ見せらなければ3ラウンド徹底的にヤマスの顔をボコボコにできるその試合になるだろうってもう先生がずっと言ってたんで、それがまんま試合の展開になったのかなっていう感じですね、とまあダウン取った場面でも立たせてっていうような展開が続いたんですけど、そのストライカーの塩漬けってさっきおっしゃってましたけど、それはもう理想通りというか。そうですね、あれが本当ストライカーの塩漬けですね、流行るんじゃないですかね、ありがとうございます。